阿佐ヶ谷分子村は昭和時代を中心に東京府豊玉郡杉並町阿佐ヶ谷に分子などが集い、いわゆる分子村が形成された地域の故障である。阿佐ヶ谷分子村の歴史は阿佐ヶ谷地域に中央線の鉄道駅が1922年に開設され、徐々に住宅地としてその姿を見せ始めた頃から始まった。翌年に起こった関東大震災は、 東京市内を壊滅させて、家を求めて、中央線沿線に多くの人が流れ込むようになった。その流れに乗り、分子たちも、当地界隈に住むようになったのが発端と言われている。1927年には後に、阿佐ヶ谷分子村の中心人物にあたるイブセマスジが、小木久保の地に住み、阿佐ヶ谷界隈にも、よく顔を出すようになる。その後、 イブセなどに影響され太宰治など多くの分子が、この朝ヶ谷の界隈の地に住むようになる。その代名詞的存在なのが、朝ヶ谷会と呼ばれている会合で、当初は、将棋会、戦後は、飲み会として、多くの分子たちが交流を深めた。この交流は1970年代まで続いた。イブセマスジ太宰治収む1922年の、 中央線阿佐ヶ谷駅の開業及び翌年の関東大震災は阿佐ヶ谷をはじめ中央線沿線の街を住宅地へと変えていった。それに伴い多くの若手分子たちも当地界隈に住むようになった。まず1927年頃に川端康成や横光り一そして大谷総一などが阿佐ヶ谷界隈に住居を構える。彼らに続くように 当時交流していた多くのプロレタリア系の作家が、公園寺や阿佐ヶ谷界隈に住居を構え、プロレタリア文学の一翼を担った。一方で、芸術派などの文士たちも多く住み様々な立場の文士が住んでいた。当時は、プロレタリア文学の前世紀で、プロレタリア文学の雑誌は、売れ行きが好調なものの、芸術派など、非プロレタリア派の文学雑誌は、 売れ行きは好調でなかったと言われている。そのような芸術派の人物の代表格が、イブセマスジで後に、阿佐ヶ谷文子村の中心的な存在になる人物である。イブセは1927年に、当時の予備町に住居を構えた。そして、いつも朝阿佐ヶ谷駅前にあった品料理店、ピノチオで酒を飲んでいたと言われている。当時のイブセは酒屋することを拒み、 プロレタリア系の雑誌に投稿していなかったため、生活は芳しくなかった。やがてイブセが常連だったピノチオには、イブセと同じような境遇の中央線沿線の在住の分子たちが集うようになってきたと言われている。この料理店は、阿佐ヶ谷界隈の分子たちのいわば社交場で、後に阿佐ヶ谷界なる分子たちによる将棋の集いが当店で開かれるようになっていった。さらに、 阿佐ヶ谷文士たちの間に流行った骨董ブームで、その立役者とも言える青柳水穂も当地に住居を構えたり、倉原慎次郎も阿佐ヶ谷に住居を構える等様々な立場の人物も住んでいた。小林滝二当時交流を極めていた、プロレタリア文学に対抗しようと芸術派たちの作家は同人誌などを作って作品発表の場を設けていた。1928年には、 イブセら阿佐ヶ谷界隈の文史たちが中心となって、文芸都市という雑誌を発刊。同誌には、イブセの出世作、三章をも掲載された。しかし、波に乗れず翌年には、廃刊に至っている。1930年代に入ると、治安維持法などが強化されて、それまで交流を極めたプロレタリア文学は徐々に、その立場は苦しくなっていく。 当時の阿佐ヶ谷界隈には小林滝二など幾人ものプロレタリア系の作家が依然として住んでいたが1931年の満州事変などでついに大弾圧が始まった。そして1933年天候を拒んだ小林滝二は虐殺される。翌1934年にはプロレタリア文学の屋台骨であった作家同盟は解体。 プロレタリア文学は衰退していった。一方で、それまでプロリタリア文学にもモダニズム文学にも所属していなかった文士たちの作品に徐々にスポットが当てられるようになった。やはりそれは同人誌というスタイルで作品を発表していった。阿佐ヶ谷界隈の文士たちは1931年にオンドリという雑誌を創刊。創刊に 倉原慎二郎や田畑周一郎などが関わった。そして、1934年にはいくつかの雑誌と合同され、世紀となった。しかし、世紀も翌年に解散。その後は、世紀から引き継いだ日本ロマンパや人民文庫といった同人誌が創刊されるが、いずれも阿佐ヶ谷界隈にいた文誌で、元はプロリタリア文学の作家であったが、 その後転校したという作家も多かったという。朝ヶ谷会とは、いぶせマスジらが中心となって開かれていた文士たちの会合である。昭和の初め頃から、朝ヶ谷界隈の文士たちが集まって酒を、組み交わしていたり、将棋を指していたりしたが、記録に残っている、最初の朝ヶ谷会は1938年3月3日のイブセ、いぶせマスジが、 直木賞をもらった時のお祝いで開かれた、将棋大会である。いぶせの将棋好きは、文士たちの間では有名で、将棋大会をメインに二次会に飲食会、行うといった形の親睦会であった。メンバーは、戸野村茂や青柳水穂、そして、いぶを主体、た1933年から、荻ぎくの地に住んでいた、太宰治など、阿佐ヶ谷文士村に欠かせない数多くのメンバーであった。 会場は、青柳瑞水穂の家や阿佐ヶ谷駅前の品料理店、ピノチオの離れで行われていた。伊ぶせはなざよ、はじめ多くの分子から慕われ、かねてより家には、阿佐ヶ谷分子たちの来訪を受け、いつしか、中心的な存在になっていたという。そうしたこともあって、阿佐ヶ谷会には後に活躍することになる多くの分子たちが集まっていた。阿佐ヶ谷会は、将棋大会の他に、 美術品鑑賞会の会合もあり、バラエティに富んだ内容で、戦前から戦後にかけて、阿佐ヶ谷文史村の交流に欠かせない存在であった。しかし、やがて戦争の色が濃くなり、阿佐ヶ谷会は1940年に、文芸婚和会と一時的に名を変え、様相も変わっていく。やがて、伊ぶせを、はじめ多くの文史たちが徴兵され、南方などに出向くことになる。 阿佐ヶ谷会の会合もだんだんと参加者が減っていた。会は1943年に一時的に終わっている。川森吉蔵1944年から1945年は阿佐ヶ谷界隈も激しい戦火に巻き込まれた。1943年に日本へ帰ってきたイブセラ多くの分子らは空襲を避けるため阿佐ヶ谷の地を離れた。第二次世界大戦により、 阿佐ヶ谷をはじめ、杉並界隈も大きな被害を受けたが、1947年頃から文子たちも阿佐ヶ谷の地に戻り、1948年頃から再び阿佐ヶ谷会は開かれた。戦後は以前の将棋大会から純然たる飲み会や新木会へとか会の内容は変わり、戦後になって阿佐ヶ谷界隈に住むようになった文子やジャーナリスト、学者なども加わるようになった。 住んでいる場所も、朝ヶ谷など、杉並区内だけではなく、世田谷区や八王子市から来る人もいた。場所は主に、青柳瑞水の家であった。戦後になるにつれて、メンバーも、かつての貧乏分子から、一流作家へと成長したものも多く、会も華やかなものになったが、肩の凝らない気楽な会合であったと言われている。1960年代も、朝ヶ谷会は、 数ヶ月に一回程度の割合で開かれていたが、この頃すでに昭和初期頃の文子村における交流とは性質をことにしていた。1971年に自宅を会場として提供していた青柳瑞水穂が死去。1972年に最後の阿佐ヶ谷会が開かれて、阿佐ヶ谷文史村の歴史は終わったものとされている。一時的に滞在していた文子芸術家を含む、 ありがとうございます。